言霊の先は国へようこそ今日は世界の国々からこの日本への感謝の言葉をご紹介していきますまずこの番組の教科書になっておりますのがこちらハート出版が復刻しております読み方良い子供です実際に戦時中に子供たちが読んでいた本です 今日はその良い子供の中から子供たちが就業式を終え、これから新しい学年になっていくという時の決意を読んだこちらの作品をご覧ください。良い子供。私たちは今度みんな揃って3年生になります。私たちはこの学校へ入ってからよく勉強をしました。体を丈夫にしました。 先生やお父さんお母さんの言いつけをよく守って良い子供になろうと心がけてきました私たちは先生からいろいろなお話を聞きました天皇陛下のありがたいことが分かりました天皇陛下をいただく日本の国は世界中で一番尊い国であることを知りました私たちは天皇陛下に忠義を尽くし この良い国をみんなで一層良い国にしなければならないと思います今日は学校の修業式でした修章書をいただいて家へ帰りましたお父さんお母さんは大層お喜びになってこれからも先生の教えを守って一層良い子供におなりなさいとおっしゃいました という、えー、これはですねこの良い子どもた,たちが自分たちにそして自分たちの親や先生たちに誇りを持ってこれから新しい学年でも頑張ろうと思うそんな決意がよく表れています。 そしてここで出てくるのは親や先生などといった身近な人たちではなくやはり日本といいう国やや、天皇陛下に対ししてててのの感謝やそして尊敬の気持ちを関わ,り関われています。子どもたちはこうしたことを通じて自分たちがこの国で立派な大人になって今度は自分たちが子どもたちそして後世に続く多くの子孫たちのお手本になろうと思ったことでしょう。さあこの絵の中にもこんなふうにありましたね。 この日本がこう世界の中でとてもいい国であるということを言うときの絵でありますけれども世界の中でこうやって日本が輝いているという絵であります戦後はこのように日本がいい国であるということを言うことがやはり さまざまな理由、特に連合軍の占領戦争、占領政策などによって阻まれ、子どもたちは日本に対して誇りや自信が持てなくなってしまいました。しかし現実は世界の多くの人たちがこの日本という尊い大きな存在に感謝の気持ちを表していました。それは皆さんもよくご存知だと思いますが、白人支配が長く続いて。 多くの有色人種の国々を植民地支配にして虐殺そしてこうしてものをたくさん奪って植民地支配がもう何百年も続いてきましたその500年にわたる植民地支配に大きなくさびを打ったのがこちらの大東亜戦争でありますこれによって多くの国々はあやっと日本が 自分たちを救ってくれるということを大きな希望を持ったものですしかし結局この大東亜戦争は日本の終戦という形で終わりましてその後この極東国際軍事裁判が開かれますこれによって日本がいかに悪い国であるかという裁判が開くこれは連合国による徹底的な日本裁きでありました そんなふうに日本が大東亜戦争によってこの白人支配にくさびを打った有色人種を救ったということは歴史に葬られてしまったわけではありますがそうした中世界の指導者たちの言葉を見ていきましょう多くの世界の国々の人たちはこういったことを言っています例えばミャンマーのバーモー元首相は 日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はないしかしまた日本ほど誤解を受けている国はない日本のために惜しむのであるとそして文ともインドネシア元情報省はこう言ってます日本軍がアメリカイギリスオランダフランスを徹底的に打ちのめしてくれた。 私たちは白人の弱体と集大ぶりを見てアジア人全部が自信を持ち独立は近いと知った一度持った自信は決して崩壊しないそもそも大東亜戦争は私たちの戦争であり私たちがやらねばならなかったそして実は私たちの力でやりたかったとそうおっしゃってます他にはタイのククリット・プラモード元首相のこの言葉 日本ののおかげでアジアジ諸国は独立した日本というお母さんは難産して母体を損なったが生まれた子供はすくすくと育っている今日東南アジア諸国民がアメリカやイギリスと対等に話ができるのは身を殺して人を成した日本というお母さんがあったためである12月8日はお母さんが重大決意された日である 8月15日は大切なお母さんが病に伏した日である私たちはこの2つの日を忘れてはならないと日本とといいうお母さんと呼ん呼でくれていますそしてインドのパール判事はこの日本の兵士に対してその厳粛なる誓いに命捧げた魂の上に幸あれとそうおっしゃっています。 この良い子どもの教科書に出てくるように日本の国というのはまさにこの世界の中ででお手本にななるような国でありました。そんな世界の国々の人たちの言葉を言霊として私たちは受け止め後世に伝えていきたいですね。それではご覧いただきありがとうございました。